中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。プシュー。今週は G1 桜花賞が行われます。早速私中村愛の注目馬発表したいと思います。ズバリこちらです。ダーン、8番北ウィングです。なぜ北ウィングかと言いますと、ダン、この舞台の制覇者はメンバー最速だからです。ということで過去のデータ見ますと、こちら前走は G2 チューリップ賞だった馬がなんと過去10年のうち9年で3着以内に入っていたんです。しかも30頭中18頭を占めておりまして、チューリップ賞組が3着以内を独占するという年もなんと2年ありました。さすが桜花賞の同じ舞台で行われましたトライアルレースといった感じです。ということで前走チューリップ賞組大注目なんですけれども、その中でもなぜ北ウィングを選んだかと言いますと、上がりタイムが優秀だったからです。こちらご覧ください。北ウィング最近の5戦です。G3 新潟2歳ステークスと G3 フェアリーステークスを勝っておりまして、重賞2勝は今回のメンバーで唯一の実績です。桜花賞と同じ舞台だった阪神ジュブナイルフィリーズとチューリップ賞敗れてはいるんですが、チューリップ賞で出した上がりタイム33秒5は出走メンバーの中でこの舞台最速の末脚だったんです。ちなみにこの33秒5という数字なんですが、昨年のスターズオンアース桜花賞勝った時と同じ上がりタイムなんです。そして過去10年、こちらだん、前走の上がりタイム34秒6以下という速い末脚だった馬が7勝しているという点からも、レースの勝敗はこの末脚にかかっているんじゃないかなと思っております。とはいえ前走7着に敗れてしまったんですが、前走4着以下で馬券に絡んだ馬6頭はすべて前走がチューリップ賞ということで、巻き返し大いにあるかなと踏んでおります。ということでまとめるとこちらだん、この舞台の制覇しナンバーワン、そして重賞2勝は実績ナンバーワンです。8番北ウィングに注目です。馬と未来とのコンテンツ馬コラボ、高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6以内の組み合わせが合言葉です。先週行われた48レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6以内の組み合わせだったのは的中率 50% 超えの25レースでした。その中でも土曜日に行われた中山10レースでは、4番人気、5番人気、1番人気で決着したレースを見事的中、3連単の配当は1万円を超えました。的中された方おめでとうございます。今週は桜花賞のコラボ指数をブログ内で無料公開。また馬と未来とでは4月もお得なイベントを開催中。詳しくは馬と未来とで検索してみてください。以上中村愛の馬コラボでした。